俺の名前は佐竹博文。ここが紀州か。どこにでもいるサラリーマンだ。俺は今中国南西部に位置する貴州省に来ている。なんとも歴史を感じさせる街並みだな。理由はもちろん商社マンとして商談をまとめるためだ。この貴州省にはパイチューという特産の酒がある。おお、あなたが佐竹さんね。はじめまして、よろしくお願いいたします。今回我が社が目をつけたのがこのパイチューなのだ。日本の方には中国版焼酎って言えばわかるかな。かー聞くな。これはアルコール度数は50から65度と相当に高い。ここが酒を寝かせている場所ね。おお、こりゃすごい。ではこの条件で交渉成立ね。今回の商談はここの酒蔵の高級パイチューをうちが独占輸入販売する契約を取り付けるというものだ。話もまとまったことだし、帰り支度を始めたら、佐竹さん、契約の記念に食事でもどね。食事ですか。蔵元の社長がこんなことを言ってきた。異国での食事でいい思い出などほとんどない。感染症になるリスクが高いのだ。やれエボラだ、今後出血熱だ、黄熱病だ、何度も死にかけた。しかし蔵元さんに今へそを曲げられたら全てがおじゃんになってしまう。これが商社マンの辛いところ。わかりました、ご一緒しましょう。よかった、美味しいところ連れていくよ。ビジネスを加速させるため俺は誘いを受けることにした。こうして昼食を共にすることになった俺だが、店に入った途端衝撃を受けた。どう、おや佐竹さんじゃないですか。紀藤さん、海外では絶対会いたくない男に会ってしまったのだ。この男は紀藤ジョージ。いやー、こんなところで出会うとは奇遇ですな。お仕事で、世界中飛び回ってゲテモノ料理ばかり追い求めている。自ら気色ハンターと名乗る。正直言って危険人物だ。すると蔵元さんが彼に興味を持ってしまった。ほほう、気色を求めて世界を、そりゃすごいね。なんの、これも食い道楽の一種でして、奴のヤバい武勇伝に蔵元さんとの会話が弾む弾む。よかったら同席させてくれないかな。日本人の知り合いもいるし。どうぞどうぞ、食卓は賑やかな方がいい。さあ佐竹さんもこちらへ。結局同席、これは気色に付き合うことを意味する。そうこうするうち紀藤が注文したものが運ばれてきた。お待ちどうさま。お、来た、どんくっそ。その鍋から立ち上る何とも言えない匂いに思わず鼻を押さえた。思い出した。これって田舎で書いた牛糞の匂いじゃねえか。けどさ、なんすかそれ。おお、牛筆火鍋か。俺の問いに答えたのはテンションの上がった蔵元さんだった。蔵元さんが言うにはこれは牛筆火鍋という高級料理らしい。義堂さんが頼んだものが普通の料理じゃないでしょう。わかりますか。いやいや、でもわかるわ。この料理の主原料は牛の胆汁や胃の内容物らしい。牛が食った牧草が胃具合に消化されかかってるものだから匂いはするが体にいいんだよ。ああ、そうですか。つまりこれはウッコになるちょっと前のブツなわけだ。そりゃ臭いわ。イタガストリックジュース。どう、匂いがもろにフン。そこまでしてなぜ食う。相変わらずヤバいものを食ってるなと呆れていると、事態は思わぬ方向へ動いてしまった。そうだ、我々も追加でこれを頼むことにしよう。なんでこった、こっちに飛び火しまったじゃないか。何、高級だからって気にしないでください。日本の新しいポンヨへのおもてなしですよ。ありがとうございます。高級だって、牛の糞っていうかゲロっていうか、理解が全く追いつかない。注文から少ししてこっちにも置かれたヤバい鍋。さあ佐竹さん、遠慮なく。はあ、おい、これは何の罰ゲームだ。落ち着け、ヒロフミ。前の会社で尊敬していた先輩も言っていたじゃないか。いいか、佐竹。海外で話をまとめるコツは、向こうの文化を受け入れることだ。自分の価値観が絶対と思うなよ。なるほど。あのアドバイスを思い出せ。まあ、その先輩はポリシーを守ったせいでエボラにかかってしまい。死んでたまるか。命は拾ったものの、後遺症がひどく退職してしまったが、言っていたことに間違いはないはずだ。おお、いただきます。覚悟完了した俺は、小皿に取った激臭スープを一気にかき込んだ。途端に広がる牛糞の匂いと薬膳のような苦味。これはクソそのものだ。そこに火鍋特有の辛みが混じってめちゃくちゃまずい。だがしかし吐き出すなどもってのほか。耐えろ、鬼頭を見習って勢いで飲み下すんだ。気合と根性を絞り出した俺は、なんとか醜態を晒さずに済んだ。
あの悪夢のような宴席を乗り越えた俺は吉報を持って日本の土を踏んだ。よくやってくれたね、佐竹くん。ありがとうございます。今回はビッグプロジェクトということもあって、会長直々にお褒めの言葉もいただけた。しかし帰国から数日が経った頃だ。突然襲ってきた息苦しさに俺は目を覚ました。なぜかはわからないが、息を吸おうにもほとんど空気が入ってこない。窒息する。息が、喉が、はい、死ぬ。俺は力を振り絞り救急に助けを求めた。いつの間に気を失っていたのだろう。目を覚ますと俺は病室にいた。気がつきましたが、あ、無理に話さなくて結構。肺が壊れていますからね。入ってきた医師は俺を見るなりそう言った。聞けばここは国の感染症センター。あなたは中国の貴州省にいましたね。鳥インフルエンザにかかっています。現地で患者が多数発生したらしい。つまり俺もそれに巻き込まれたということか。鳥インフルエンザとは、鳥類に感染する A 型インフルエンザウイルスが人に感染した病気だ。感染源はあなたのいたレストラン。鳥をさばく時の衛生管理に不備があったようです。ニュースでは鳥から料理人にウイルスが移り、さらに食器を通して客へと感染が広まったそうだ。その後治療が始まったが、特効薬があるわけでもない。とにかく苦しい。高熱もきついが、それ以上に喉や肺を誰かにわしづかみにされ締め上げられているようだ。呼吸ができない。酸素だ、酸素をもっとくれ。死んじまう。気道は腫れて狭くなり、肺の炎症もひどいまま。佐竹さん、しっかり。ここが正念場です。気力だ、最後は気力頼みだ。ここで死んでたまるか。時を同じくして紀藤もまた鳥インフルに苦しんでいた。致死率 60% というこの病気の一番の死因は肺炎の悪化。俺たちはそれぞれに死の淵をさまようことになった。地獄は1週間俺を苦しめ、その後やっと解放へ向かってくれた。気道の腫れも引いてきました。肺炎の方も良くなってきていますよ。よかった。ありがとうございます。ようやく酸素マスクから解放された。これ以上嬉しいことがあろうか。紀藤もまた死の淵で踏ん張ったらしい。いやはや、今回はどうなるかと思いましたよ。こっちもです。紀藤が言うには、鳥インフルの猛威は凄まじく、中国では感染者の多くが亡くなってるとか。その話を聞いて倉本の社長が気になった俺は会社に問い合わせてみた。で、亡くなった。ああ、契約自体は有効だから安心しろ。もしやと思ったが、ショックは大きかった。その後無事に全快した俺は病院を後にすることとなった。ありがとうございました。いえ、助かって本当に良かった。入院中、命の危機を乗り越えられたのは先生たちのおかげだ。命をつないだのに気分は今一つ晴れない。蔵元の社長さんのことがあるからだ。本当にいい方だった。人の命は本当に儚い。どうか安らかに眠ってほしい。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では、人間がバグってしまう瞬間をテーマに、これからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。